先日ヤマハから 1000km 点検の案内が郵送されてきました。 1000km 点検は必ず無料なので、なんでこんな案内が来るの？封筒を見るとなんとも嬉しい無料の文字が。わざわざ無料の案内が来るのだから、 1000km 点検時のオイルなどの油脂代も無料なんだ。ヤマハやるな。でも開封してみるとオイル交換は実費。じゃ一体何これ？